佐久バルーンフェスティバル、気球がね、今日も非常にいい天候の中で上がっていきましたけど、気球乗ったことありますか？あ、ないです。ないですか。高いところ得意ですか？得意じゃないです。そっか。気球もじゃあ怖いですかね。多分怖いんじゃないかな。だってたまにね、夢出てくるのがあって、気球が？いやいや、高いところにいる。めちゃくちゃ怖いですよ、夢の中で。何の話？夢の中で高いところに立たされてるんだ。うん、私一回見た夢、めちゃくちゃ怖くて未だに覚えてるんですけど、なぜかわかんないんですけど、私何か東京タワーのてっぺんにですね、いるんですよ。なぜかわかんないけどね。どうやって登ったのかもわかんないけど、てっぺんにいたんだ。そうで、あれ登ったこと当然。実物はないですけど、まあなんか鉄骨で組み上がってるじゃないですか。下が見えるんですよ。今いっぱい空いてますからね。そこでこのもう下が見える中、330メートルの高さにこうしがみついて、もうどうしていいかわからないっていう、もう恐怖すぎて未だに覚えてます。怖いですね。大人になってからですか？いや、大人になってからです。もうこれ2、3年ですよ。あ、じゃあ相当追い詰められてたんですよ。なんかわかんないですけどね。うん、ちょっと精神状態危ないです。なんか夢占い信じますか？占い信じないけど夢占い。もう信じないです。あ、そうですか。夢占い検索してみると面白いですよ。東京タワーのてっぺんにいるって出てきます。あ、だから例えば高いところにしがみついてた夢占いとかで調べると、その時の心情とか。なんか深層心理ですよね。が夢に現れるんですよ。もう一個エレベーターが私夢占いカウンセラーじゃないですけど、エレベーターが止まらないっていう恐怖の夢もありますよ。これ結構な頻度。頻度高いのしかもやばいやばい。でも最初の頃は。だから行き先ボタンを押しても、その階で止まらずずっと上がっていく、上がり続けるんですか？どっかでこのガーンってぶつかんじゃないかっていう。でも落ちたりはしてないってことですか？どっかまで行くと降りるんですよ、また。ああ、緩やかにですか？うわーって、あ、急落下して、急落下、怖い。今度下にぶつかるって思うんですけど、そしたら止まるんで、また上がっていくんですよ。で、それがすごい怖い夢を。何回も見てるんですけど、最近は慣れてきたんでしょうね。夢だって分かってるんで、あ、またこの映像出てきたの。これエレベーター上下パターンやってね。どっかで戻ってるんですよね。どうせまた止まるんでしょうぐらいの勢いで、それは夢の中で理解するようになったんですけど、最近は。初めの頃はもうめちゃくちゃ怖かったです。そういう恐怖系の夢が多いんだ。まあ覚えてんでしょうね、余計に。あ、そうですね。それが記憶に残りやすいってことですね。夢の中であんま楽しい印象ないですよね。嘘。あんまりないです。あら、そっか。あ、でね、気球の話してたんですよね。何の話？まあでもいい、調べてみてください。エレベーター上下止まらない夢みたいな感じで。高いところ。うん、そうそう、高いところとかね。じゃあ夢のせいで怖いとことってことですか？高いところ怖い。高いところ、まあもともとやっぱね。ああ、もともともそんなに得意じゃない。足元に何もないってすごい怖いです。あ、いい方っぽいですよ。今、いい意味の方でしたよ。エレベーターの上下、不安と挑戦とかあるそうです。だから挑戦したいけどどっか不安な気持ちもありつつ、でも挑戦してみたいなみたいな、そういう心理状態。知らないですね。あ、じゃあ逆に慣れたらダメなんですね。でもそういう深層心理になるタイミングでその夢を見るっていうパターンは多分一人一人あると思う。ね、本当何の時間ってじゃあ言われちゃったんで。まあそうですよね。いつも裏でこんな話ばっかりしてます。今日ちょっと表に出てました。放送載ってました。皆さんも夢見る時あると思うんですけども、夢占いぜひ検索してみてください。私は結構当たってるなって思うことが多いです。してないそっか、まあ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 、じゃあここからはもういいですね。今日のお天気確認していきたいと思います。